M29 核無反動砲システム M388 弾頭装着した状態の M64 無反動砲および砲身化に装備された 37mm 巨速銃と三脚式砲がで構成されているの展示品 M388 デビークロケットはアメリカ合衆国が開発した戦術核兵器システムである名称はアラモの戦いで玉砕した英雄 デイビッド・クロケットの名にちなむ。なお、M388 は W54 核弾頭を含めた核兵器としての弾頭部の正式名で、砲システムとしての正式名は M28 及び M29、発射装置の正式名は M63 及び M64 である。第二次世界大戦後のアメリカは、ソ連が戦争行為を仕掛けてきた場合、即座に、 戦略核兵器で報復攻撃を行うという大量報復戦略をとっていた。しかし、この戦略では大国間の直接戦争は抑止できても、朝鮮戦争のような大国同士が直接戦争行為を行わない小さな戦争、大国の同盟国間において行われる局地戦は抑止することができなかった。このため小さな戦争から 大きな戦争まで様々な段階に対応した核兵器のバリエーションを増やすことが必要だと考えられた。不評部隊が手軽に運用できる大きさの核兵器を装備することは、NATO 軍に比べ圧倒的に数的優位を持っていたソ連軍に対する抑止力として大いに期待され、威力が小さくとも通常兵器と同じように使える手軽な核兵器の開発が急務とされた。 このような背景から1957年から1958年にかけて立案された計画は、ブギャズ、バトルグループアトミックデリバリーシステム、戦闘軍核運送システムと命名され、この計画は、当時の陸軍参謀総長であるマクスウェル D ・テイラー、大将の推し進めるペントミック手団の重要な構成要素として位置づけられた。運用試験中の XM28 前述のような、 経緯から分野ズ計画は高い優先順位を与えられ、1958年1月より開始された。当初は既存の無反動砲の弾頭として、通常の無反動砲弾薬と同じように装填、発射される無反動砲用核弾頭であったが、人力もしくは、軽車両によって搬送できる大きさの無反動砲の弾頭のサイズの核弾頭を開発することは困難であり、また、 既存の無反動砲では確保できる射程が必要とされる核弾頭の威力半径を下回ってしまうため計画は専用の発射装置として開発する新型無反動砲を用いた外装式の弾頭に変更された発射装置である無反動砲は兵士が肩に担いで運用できる小型の警報型と三脚課題に乗せるもしくは軽車両に搭載して運用する大型の 重砲型が構想され、ロックアイランド造兵省が開発を担当した。警報は、XM28、重砲型は、XM29 の砲システム名で開発が進められ、XM28 用は、XM634.7 インチ、無反動砲として、XM29 は XM646 インチ、無反動砲として試作品が完成したが、サイズ、 重量的に XM63 を個人が肩タタンして運用することは不可能で XM28 も地上設置もしくは車両搭載型の無反動法として完成した。1958年8月にはデイビー・クローコットの故障が公式のものとして決定し、同年11月には最初の発射装置が完成して納入された。 計画の要である小型核弾頭の開発は難航したが、1961年にはアメリカの核兵器開発の権威であるセオドアブリュースター・テイラーによって当時世界最小の核弾頭である W54 が完成し、これは即座にこの計画に応用され、1961年5月 M388 デイビークロケットとして完成し、正式採用された。 M388 は、開発が終了した1961年から、直ちに生産が開始され、総数2100発が製造された。生産された弾頭及び発射装置は1961年から1971年に、かけて、主に西ドイツに駐留する米軍に配備された。1962年7月17日、 リトルフェラー愛作戦において炸裂した M388 弾頭の発生させたキノコ雲。雲は目標地点上空の高度1万1000フィートに達した。1961年の配備開始後、射程の短い M28 は段階的に M29 に置き換えられ、以後は実戦装備としては M29 のみが用いられた。 1962年7月7日及び17日には、リトルフェラー作戦の名称で、ネバダ核実験場で核弾頭の実射訓練が行われている。このほか、1962年から1968年にかけて、ハワイ島のポハクロワ演習場において、即居銃を用いた射撃訓練が計714回行われており、 この際に用いられた M10120mm 弾は弾頭に劣化ウランを使用していた。M388 は1967年8月には西ドイツ中流軍により引き上げられ、これ以外の配備先からも順次実戦装備より解除されて予備兵器となり、1971年には全数が退役した。冷戦終結に伴い、 アメリカは1991年9月にヨーロッパからの地上発射式戦術核の撤去を宣言した。こうして M388 は一度も実戦で使用されることなくすべてが廃棄された。M388 の模擬弾及び M63、M64 の両発射装置は2018年現在もいくつかの数が現存しアメリカ各地にある軍事博物館や 基地の資料館などで展示されている。冷戦時代の西ドイツにおいて、アデナワー政権で1950年代後半から1960年代前半にかけて国防省を務めたフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスは、デイビークロケットに大きな期待と支持を寄せ、アメリカに対して西ドイツ軍にニュークリアシェアリング政策に基づくデイビークロケットの供与を希望した。彼によれば、 M388 核弾頭は、ワルシャワ条約機構軍に対する効果的な戦力であり、その威力は一発で通常火砲の40門から50門の全力聖射に相当するため、デイビークロケット1機で2個ない資産個砲兵大隊を大会でき、これにより NATO の抑止力を大幅に向上させることができるとともに、軍事予算を大幅に削減でき、 法律的かつ効果的な戦力の増強と軍事費の削減が実現できるというものである。しかし、これは事実上、東側との戦争状態に突入した場合、即座に戦術核兵器を使用することと同義であり、戦術核兵器を重要な戦力と位置づけつつも、敵が通常戦力で攻撃を行った場合、まずは極力通常戦力のみで対応し、 核兵器の使用は敵が核兵器を使用もしくは使用を決断したと判断した後に決定するという当時のアメリカの基本戦略に反していた上、NATO の軍事力に占める核兵器の依存度を過度に変調させるものであることから大きな反発を受け最終的にはアメリカによって却下された。デイビークロケットは世界各地のアメリカ軍基地に配備されたが、 日本でもアメリカ合衆国統治下の沖縄に配備されていたことが1999年にアメリカの環境保護団体 NRDC が公表したアメリカ国防総省の核兵器配備先リストによって確認されている。デイビークロケットは無反動砲に W54 核弾頭を内蔵した M388 弾頭を外装式に装填し運用する。 外装式砲弾システムである。発射に用いる無反動砲は、合計4.7インチの M63 と6.1インチの M64 の2種類があった。砲本体の重量は、M63 が185ポンド、M64 が440ポンド、M388 弾頭はビブに4枚の安定翼のついた全長31インチ。 最大直径11インチの防水系、有力砲弾で、重量は76ポンドである。兵士たちは、その外観から M388 弾頭を原爆水下と通称していた。M63、64ともに砲自体の構造は、ガス噴射式の無反動砲で、方針は、戦場のない格好砲で、発射薬は側面に多数の穴が開いたケースに収められており、点火。 燃焼すると一段太くなった、薬室内に燃焼ガスが一旦充満した、後に褒美の噴射口からノズルを介して噴射される、ことで反動を相殺する方式である。弾頭は外装式のものを、ローンチャイングピストンもしくはスピゴットシリンダーの、名称の分離式をずつの一種を用いて発射する、特殊な形式で、局射専用の発射方式と合わせ、無反動法というよりは、 軸発射式迫撃砲に近いものであった。装填は方向から行われ、発射薬を装填した後にオズツを挿入、オズツに弾頭を装着して、相談完了となる。発砲すると発射薬の燃焼ガスによって、オズツとその先端に連結された弾頭が打ち出され、発射後オズツは分離して弾頭部のみが、目標地点に飛翔、設定された所定の高度で炸裂する。 M63 には 20mm、M64 には 37mm の単発式速居住が備えられ、この銃は弾頭と同様の弾道を描く栄光弾を発射した。なお、デイビークロケットの用いる弾頭には、M388 核弾頭の模擬弾や訓練弾を除けばそれ以外の種類がなく、この砲システムは核弾頭専用である。開発初期には、 通常の無反動法としても用いることができるよう、通常弾の開発も準備されたが、格好方針のため低速の有力弾頭では命中精度が低く、また相談方式が外装式に変更されたことと、現実の運用は大業格による間接射撃専用となることが決定したため、通常弾の開発は棄却されている。 デイビークロケットは3人の砲員によって操作され、ウィリス M38、または M1511、4トン4輪駆動車に搭載され、運用される。4輪駆動車のほか、特に重量のある M29 システムは、M113 走行兵員輸送車もしくは、M116、ハスキー早期式貨物運搬車に搭載されても、運用されたが、M113 及び、 M116 に搭載された場合には、射撃は、車両から下ろして、地上で三脚砲がに乗せた状態でのみ行われた。発射装置である M63 及び M64 は車載もしくは地面に三脚で設置して、運用する。両方ともに、構造的には水平弾道で直接射撃を行う、直射砲ではあるが、各砲弾運用時には、破壊範囲を最大にするために、 最適高度で弾頭を空中炸裂させる必要上射撃時には角度を調整して野戦榴弾砲や迫撃砲のように大きな行角をつけた状態となり発射した砲弾が極射弾道を描く極射砲として照準発砲される M63 の最大射程は1.25マイル M64 話である W54 核弾頭の核出力は 可変式で調整範囲は0.01キロトン、または0.02キロトンであった。弾頭の威力は、主に強烈な放射線の効果によるもので、低出力の設定でも、核弾頭は150メートル以内の目標に、大使即座に死亡する強さの放射線を超えるを浴びせる。放射線強度は400メートル離れていてもほぼ、死亡するレベルに達する。 核弾頭の発射前にはまず即居銃を発射し、弾道と風向、風速を確認、目標に対する弾頭の炸裂最適行動を算定する手順となっていた。なお、発砲時の方向爆風及び無反動砲ゆえの後方噴射と射程距離が短いために核弾頭が炸裂した際の影響が発射地点に及ぶことを避けるため、撃破発ア砲方から離れて、 リモコンスイッチで行い、法院は発射後直ちに残暴もしくは遮蔽物に身を隠すことが指示されていたが、放射性物質を含む爆風の飛散等を考慮すると、防護装備を着用していたとしても法院を放射線障害の危険から完全に保護できていたかは疑問である。テイラーは後に、ジョン・カイ・ケネディ大統領の下で、統合参謀本部議長に就任している。1957年に、 アメリカ陸軍が考案した将来想定される戦場において戦術核兵器に対応する能力を付与させた不評志願の編成案。この実写訓練はアメリカが行った最後の大気圏内各実験であった。リトルフェラ作戦におけるデイビークロケットの実写にはジョン・カイ・ケネディ大統領やテイラー大将も列席した。アイクビュー・インターナショナル・コーエディション2 バンウラニウムムェポンズ M100120mm デイビークロケットスポッティングラウンド2018年12月7日、閲覧、ビディングットアブウェアワーイト。デアスピーゲル http コロンスラッシュスラッシュ www. スピーゲルドットでスラッシュスピーゲルスラッシュプリントスラッシュ D-25673830 ドット html2018 年12月10日閲覧。NRDC アネックス B、ディプロイメンツバイカントリー1951から1977。ブレティン・オブ・ザ・アトミック・サイエンティス。2018年12月7日。閲覧。ザ・ M28、M29 デビー・クロケット・ニュークリア・ウェポン・システム。セプテンバー20、2016。リトゥンバイ、マシュー・シー・リンガー2018年12月7日。閲覧。この方式は無反動法の。 形式分類としては、クロムスキット式もしくは、バーニー式に類するが、それらとは方に閉鎖器がないことや、ノゾルが方尾魔候方にあることが異なる。AB そのため、デイビークロケットを、核迫撃砲と称している資料もある。即居、銃の名称だが、光景はいずれも 20mm 以上で、構造も、有定式ではなく鎖線式の汚線があるため、銃というよりは、 法と呼ぶのが適切である、となっている。1962年7月7日及び17日に行われたデイビークロケット唯一の実写実験であるリトルフェラー作戦の際に観測された推定爆発威力は0.018、0.022キロトンである。ありがとうございます。